いいよね。今日は道の駅喜連川に行きます。11日から14日まではあのなんか休業って書いてあったからな。でも近くに市営の喜連川温泉があるから、そこはなんか500円ぐらいで入れる。510円だったかな、500円かな。道の駅からちょっと離れてきて10分ぐらいで、なんだこれ、何や。綺麗になりました。あとあれだね、行く前にあれだね、車掃除って言ってた、うん、まあまあまあ掃除やったりする。安全協会の話だ。
あれじゃん、ハートピア、キツレ川ってあるじゃん、温泉施設。うん、なんか、ね、あんまり良くなかった。写真で見たら。行ってみないと分かんないけど。ほんと眩しいな、こっちはね、こっちは鶴葉が多いんだって。ただね、ちょうど眩しいよ。まあ、しょうがない。ああ、市内の方に入ってる。でもなんか写真見ると山の中に入ってくるのかちゃんと。でも市内、もうほら、喜連川温泉って書いてある。うん、美肌の湯って書いてあるから。40周年だって。喜連川カントリークラブ美肌温泉ホテル喜連川。美肌温泉だって。美肌なんだね。駐車場でよく。なんでよ。美肌だから。いや、わかんない。美肌の湯。ブーちゃん。ブーちゃん入ったって痩せねえよ。痩せろ痩せろっつってんの。日本三大美肌の湯だって。日本三大美肌の湯なんだ。喜連川温泉。湧き出る。狐が入ったから狐。違うでしょ。喜連川。狐だもん。喜連。狐川じゃねえよ。喋るな。喜連川。あれ絶対おまるさんだよ。おまる。あれ絶対おまるさんだよ。出勤前にこれやってたよ。ダメだよ。町の駅本陣だって。うわ、なんか水。水汲んでるよ。ペットボトル入れてこい。やっぱ湧き水、美肌の湯だから。結構水がいいのか。水あったな。あ、本当に。あ、本当は道の駅ある。あった。早っ。あったね。早いね。安らぎ湯のさ。もう着くよ。お、いいとこだね、やっぱ。いいとこだね。足利家歴代の墓。代わりに、お墓だった。朝の会議出てくれてるし。買ってってやるよ、これ。買ってってやるよ。ご苦労様でした。ありがとうございました。いつもあげてるし。あ、そう。昨日はお父ちゃんが作った乾水もあげたし。あ、そう。あとリンゴもあげたから大丈夫。この間茨城行った時あれお土産あげたし。ああ。これか。あ、これじゃねえか。前だよ。真正面じゃないの。これじゃ正面じゃない。なんかこれっぽいんだけどな。正面っぽくない。ああ、これっぽいんだけどさ。ああ、これだ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 。着いた、喜連川。今すぐ行けないの。行けるよ。道の駅喜連川到着。行けるよ。今すぐ行けるよね。行けるよ。はい、喜連川に着きました。喜連川に着きました。すごい大きいね。まだやっておりますね。朝4時起きて千葉から来ました。スーパーもあるしね、便利だね。いやー、温泉は、温泉はやっております。すごい茶色いポストだ。12月11日から12月14日まで設備メンテのため休業中でした。いやー、着きました。鮎があるじゃない。だからここあるって言ったじゃん。メンチもたい焼きも食べましたよ。よし、鮎食いたいよ。アユ食いたいだろ。アユの塩焼き食べたがっていたので、今日は喜連川に連れてきました。はい、着きました。足湯だけは営業していました。よし。それでは店内を見てみましょう。うん、コロッケもまだ今やってるね。さて、入るかね。そうそうそう。フリーワイファイだからあれか。入れるのか。ああ、いいね。温泉パンが有名です。あ、こっちにあるラーメン屋さんがあるんだ。あ、パン屋さんもあるんだ。あ、あれがある。おにぎり屋さん。ガチャガチャもあるね。ガチャガチャがいっぱいあるね。
パン屋さんもすごいね。あ、お酒がいっぱいある。お酒が、あ、花のケージもあった。栃木のお酒がいっぱいありますね。栃木ファンにもある。あ、古いね、江戸忍者。江戸忍者で電球のやつ、和牛の関連、和牛の関連、すごいね、いっぱいウイスキーが。何、なんかあった、あった。こういうの売ってんだ。え、うん、そうそうそう、売ってるよ。あの、なんか食べてさせてたよ。そう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 、これね、キツネの卵ね。キツネの卵美味しいんだよ。キツネの卵も有名です、うん、美味しいんだよ。キツネの卵美味しいんだよ、うんね、牛タンもあるじゃん。え、うん、ね、仙台で売っていた牛タンスモークがありました。美味しかったです。いやー、美味しい。あ、味噌もある、うん、なんかいいね。麹がある、麹。玉ねぎドレッシング。玉ねぎドレッシング、これ麹でしょ、これ。麹かどっかだな。あ、これいいね。あ、干し芋だ。干し芋美味しそう。なんか買いましたよ、ね、カゴ持ってくれば、切り落としら、ああ、持ってくれば。450円。あ、本当だ、安いですよね。そう、切り落とし、ああ、あ、いいよ、いい、ああ、いいね。奥さんの買い物に付き合わされています。蕎麦ふりかけあった。蕎麦ふりかけ、私の好きな蕎麦ふりかけがありました。迷わず買いました。これ蕎麦ふりかけあった。あ、カゴ持ってこいよ、カゴ持ってこいよ。どんどん買うよ、うん、いいね。ちょっとカート持ってこい。うん、カート持ってこい。あとまだ買うからさ。これもいいな、これ俺大好き。草だ、草餅も好きです、うん、焼いて食べるとなご美味しい。たくあん、たくあんだね。産地直送のお野菜です。栃木産コシヒカリ。白い、白いチューブ、ほら。ホワイトストロベリー、初めて見た、ね。白いね。白いイチゴだよ、とちおとも。ね。これ品種新しい。とちあいか。とちあいか買いました。へえ、すごいね。新しい品種だよ、これ。うん、ズレが美味しい。ね。柑橘類。イチゴもいっぱいあるね。とちあいか。このあと30分くらいでイチゴは完売していました。うん、いい香りする。ね、あ、とちあいかのリンゴジャムもある。イチゴジャムも買いました。これ買っていくかな。栃木といえばレモン牛乳、もちろん買いました。イチゴも買いましたよ。岩下の新生姜もここでは売られていました。レモン牛乳の財布を購入いたしました。カズネさんのコーヒーが売られていました。宇都宮といえば餃子が有名ですね。鹿沼シューマイも美味しそう。
モン牛乳の T シャツ買いました。しいたけ新鮮で美味しそう。喜連川温泉足湯。休業中の温泉施設の様子です。鮎の塩焼き販売所。最後までご視聴ありがとうございます。さくやまコロッケメンチ美味しかった。最後に愛車撮影。